本多忠勝、不敗神話を持つ男。家康大好き武将は50勝超え記録保持者。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは本多忠勝について紹介していこうと思います。徳川家康には四天王というお抱えボディーガードたちがいました。それはそれはめっちゃ心強い4人で、1の王榊原康政、2の王酒井忠次、3の王井伊直政、4の王本多忠勝というメンツ。その中でも4番はこいつサイボーグかいなというくらいめちゃめちゃ強かった。今回はそんななんと戦勝歴57回というズバ抜けた記録を持つ猛将、本多あっての徳川とも言われた本多忠勝についてお送りします。本多家の家紋も葵の紋？徳川家の家紋が葵というのは有名ですよね。しかしこの本多家の家紋も葵の家紋だって知ってました？その理由は諸説あるんですが、一説によると本多家の家紋がもともと葵で、それを徳川がもらったと奪い取ったんじゃないですよ。本多家が徳川家をリスペクトしちゃってて、言葉だけじゃ伝えきれないこの思い、どうにか伝えたくって家紋を捧げちゃった。でも家紋は本多家だってなくっちゃ困ります。それくらい本多さんたちも分かってます。自分たちの家紋はリニューアルしよう、そう思っていたんです。しかし熱い告白をされた徳川家は本多家にめっちゃハートを射抜かれた。そんなもんで一緒に葵の家紋ペアで使おうよと誘ったんですね。なので2つの葵は徳川と本多の絆、相思相愛の証。本多家って何者？徳川に家紋をプレゼントとは言ったものの、徳川だって誰でもウェルカムではありませんよ。急に仲良くもない人からのプレゼントって怖いだけですよね。じゃあますます本多さんって何者よ。そんな声に本多さんがお答えしたなら、徳川とは松平からの仲っすですかね。徳川以前の名字は松平、7代目松平に仕えた本多家。当時の松平の拠点は暗礁城、つまり暗礁からの友達ってこと。そして本多ファミリーってのは分家と合わせて6つあるんですが、忠勝は本家の平八郎家の血筋なんですね。なので忠勝のフルネームは本多平八郎忠勝。同じく他にも暗礁からの付き合いはいても、徳川、松平と平八郎の絆は別格だったみたいで、結局はマブダチだからみたいな。名だたる武将たちも忠勝に惚れた。忠勝の武器といえば槍。その槍を振りかざして戦うスタイルはトンボ切りって呼ばれてました。仲間はそれを見て、よっしゃやるぞと気合が入っちゃうんですって。逆に敵は超怖いんですけどってめっちゃビビったとか。そんな忠勝のことを見て、華やかさと強さどっちもあるなんて最高だななんて惚れ惚れしたのはあの織田信長。他にも家康には過ぎたるもんじゃねえと武田信玄の目も忠勝に釘付けだった。この過ぎたるものって悪口っぽいけど、ディスってるんじゃなくて羨ましいなって意味なんだとか。めっちゃ紛らわしい。そしてもう一人、あいつのハートも射抜いてた。その人物は豊臣秀吉。それは家康が秀吉配下だった時のこと。秀吉は、いやー君にはめっちゃ感動したんだよと小牧長久手の戦いの思い出を語り出す。本能寺とか清須会議とか賤ヶ岳の戦いよりも後の戦いの話ですね。秀吉&池田常興 VS 家康の戦い。その時勝って去ろうとする家康本体に向かって、負けが決まってプッツンした秀吉が大軍でおりゃーと挑んできたことがあったんですよ。
切れたやつって怖いですね。その時、そんな危ないやつの前に一人の男が立ちはだかった。そのかっこいい男こそ本多忠勝。2万の自分たちにたった500の兵を連れて家康を守るために命を張った忠勝の姿に秀吉はうるっと来てしまった。一瞬でハートをわしづかみにされちゃったもんで、彼には攻撃をするでないぞと忠勝軍だけひいきしたという。その時の感動がよみがえった秀吉は忠勝に褒美をあげちゃう。でもお金をあげたんじゃ家康にな、金で家臣をたぶらかしてと思われっからな、ということでプレゼントは脇差しに。ちゃんと名称の脇差しですよ。でもこれだけじゃなくって、秀吉はさらに兜をプレゼントしたことも。その時もまた小牧長久手の話を持ち出す秀吉。義経の家来の兜というレアなものをプレゼントするんですね。勝手にプレゼントしてきたくせに、自分と家康どっちに恩を感じるって迫る恩着せがましいおまけ付き。めっちゃ重たいプレゼントですよ。まったく家康一筋の忠勝は答えることができない。本音は家康っすって言いたいけれど、それじゃ秀吉に失礼だって思うわけで、ストレートに言えるわけがない。さらに本音は秀吉さんですとは言いたくない。なのに空気を読めない秀吉は、わしだろとしつこい。結果秀吉は忠勝をどっちかなんて同等になんて申せませぬと泣かしちゃったとか。はっきり言って、彼の一方的な片思いで忠勝の性格に忖度はないんです。思いが届かなかった秀吉は最後はプンと拗ねました。家康大好き、忠勝さんってどんな人？まず今まで書いた通り、忠勝は松平時代からの重鎮家臣、その直系の嫡男。小さい頃の名前は鍋之助くん。初陣デビューは今で言うなら中学1年生頃ですね。そんな初陣での出来事、早くに父を亡くしていた彼は父親代わりの叔父と共に出陣。優しい二代目パパは射止めた敵にとどめを刺さずに、ほれ忠勝お前がやれと忠勝に手柄をあげようとしたんです。しかし忠勝少年はフェアプレーを好む性格、誰かの力を借りたんでは意味がありませんと自分の手で敵を倒そうと果敢に挑む。13歳にしてすでに頼もしく大物感を漂わせていた。そんな少年が大きくなれば、織田&徳川 vs 浅井&朝倉軍の戦い、姉川の戦いで猛将っぷりが炸裂。なんと敵に単独で突き進んでいきました。そんなもんで徳川軍は忠勝を助けろと一致団結で加勢したことが結果的に勝利をつかんだという。一言坂の戦いでは武田軍に勝てはしなかったけれど、忠勝が徳川軍の一番後ろで敵を蹴散らしながら家康を無事に逃がせたなんて話もあったり。この時に信玄はいいなぁって思ったんですね。しかもその時の家康の兜にはふさふさとした毛がついていて、それに対しても過ぎたるもんじゃねと言ったとか。ディスってる気がやっぱりするけど褒め言葉という。信玄の兜もめっちゃふさふさな毛があるんで、そのセンスいいねって意味でしょうかね。でもって秀吉がくどいくらいに言ってた小牧長久手の戦いの話もあれば、本能寺でもかっこいいエピソードがあるんです。信長がやられたということで、次は絶対俺じゃんと察した家康がめっちゃ息切れしながら逃げてたんだけど、途中で疲れちゃってもういいやと諦めモードに入った時、忠勝が諦めんでくださいと力弁し、険しい険しい伊賀の参道越えから家康様を無事に守り切ったというヒーロー説もありますね。もう忠勝めっちゃ家康が大好き。一度決めたら金をもらおうと兜をもらおうと浮気はしない一途さが彼の大きな魅力。他にも相手への弔い精神も持っているという優しい性格も高ポイントですね。
忠勝の首からぶら下がってる大きな数珠、あれが敵への弔いの気持ちなんですって。そんな優しいトレードマークってめっちゃ素敵じゃないですか。ではそんな素敵エピソードの最後に彼の自世の句をお聞きください。死に友な、ああ死に友な、死に友な、深きご恩の君家康様を思えば。そう、最後まで家康ラブ。これってもう告白ですよね。強く優しくたくましく、他の武将からもめっちゃ好かれ、民からも愛され、57戦無敗のめっちゃ強いやつ、それが家康一筋な本多忠勝という武将さんでした。ちなみに家康を守ったという神君伊賀越えについてまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録お願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。